さあ、それを超えればあとはもう展開次第ということで、さあ今隊列が最終コーナーを立ち上がって、メインストレートイエローラインを通過。さあブラックアウト、西地域第2戦 FP ジュニアクラス決勝レース、スタートが切られていきました。パンサーホールショットを取っていったのは林が綺麗にスタートを取っていきましたが、中盤あたりで3台のマシンが接触か。1コーナーから2コーナーで3台ストップ。ゼッケン12番の中村海星という情報も上がってきておりますが、その他のマシンはちょっとここからは確認が取れません。まずはトップは林、そしてその後ろには山田ですね。3番手に牧野、4番手には、山内でしょうか。林、山田、牧野、山内、そして堀尾風磨はスタート出遅れました。5番手でのオープニングラップということになります。ゼッケン12番の中村、ゼッケン20番の横山、そしてゼッケン26番をつけます近藤健太という情報が上がりました。オープニングラップでのアクシデント。さあ、この3台はもうすでに第2戦を終えてしまいました。さあ、コース目を戻していきまして、まずは先頭集団ですが、先ほどの予選ヒート同様、この5台、5台絞り込まれてきております。林を先頭としましたトップ争いの5台。まずは、スタート、少しスタートがいつもに、苦手、遅れてしまいます堀尾風磨は、今回も5番手ポジションを落として、ここから20周のレース組み立てをスタートしていきます。まずはその前は林、山田、そして牧野が現在3番手、4番手に山内、5番手堀尾というこの5台のパック。その後ろでは立山が今単独でしょうか。さらにはその後ろ7番手あたりが、さあ5コーナーでポジションが入れ替わったか。ゼッケン15番をつけます東川、吉田をパスしていきますが、吉田が7コーナーでその東川のサイドをポーンと当てて弾き飛ばしていくような7コーナーターンイン。これで吉田が前に立っていきます、東川は2ポジションほど、ドロップでしょうか。さあ、トップ争い、林のテールにぴったりと張り付いた山田龍樹、完全にロックオン、さあスリップを利かせながら林の前に立っていけるか。まだレースは始まったばかり、4周目に入っておりますが、ここではまだ山田は動きません。先ほどの予選ヒートでも、林に仕掛けていったんですが、仕掛けた後すぐ林が動いてくるということを狙ってでしょう。山田、ここは様子を見ていきます。むやみに仕掛けることのなく、まずは、林と、後ろを引き離していこうかというところでしょうか。むやみにバトルをすればするほど後ろも近づいてきてしまいます。現在は先頭集団5台となっておりますが、ここでむやみにバトルをすれば6番手のこの立山亮太郎、そしてその後ろ藤住二玲や吉田京といったあたり、この集団も加わってくることは必至ですので、さあここは2番手山田、頭を使いながら林を、料理をしていくために、まずは下ごしらえ状態。さあ、林は後ろ、山田のプレッシャーを感じながらということになりますが、まあ、こういったプレッシャーは常に受けておりますので、林周平にとってはそうやすやすとミスするわけではありません。プレッシャーに臆することなく、さあ林がリードを保っていこうというレース序盤です。変わらずに林、山田、さあホームストレートから1コーナーにかけて山田が動いてきました。現在レースは6周目に入っていったところ、山田が動いていきますが、クロスラインの4コーナーでここで林、さあそうすれば牧野も一緒に続いていく。さあ動いていけばすぐさま林が仕掛けていくという展開。これで2番手が入れ替わりました。林の後ろは牧野忠介。ここ稲川はもう幼い頃から知り尽くして走り尽くしている牧野。この牧野ももう幼少の頃からカートに慣れ親しんでおります。
まあ、西地域のドライバーたちというのはもう本当にこうカデットもしくはキッズの頃から、カートレースの経験を積んで一つずつ着実にステップアップをしてきているドライバーが多いだけに、そうやすやすと、なんていうんですかね、こう暴れたりミスをしたりとかいうわけではありません。非常にアグレッシブに、そしてクレバーにマシンをコントロール、レースを組み立てていくドライバーたちが多いのが西地域の特徴でもあります。さあ、そんな西地域のドライバーたちの、まずは、トップに君臨をしていくために、この稲川大会ここまでレースリードを保っているのは林周平、その後ろ牧野、さあそして3番手争いですが、山田の前に山内が立ってきましたか。さあこれで山田龍樹は少しポジションを落として現在4番手、前2台がちょっと、離れ始めたでしょうか。2番手3番手とのギャップが少し開き始めました。林、山内、林、そして牧野、その牧野の後ろ山内との間隔、手元計測ではありますがコンマ5秒の2番手3番手ギャップということになりそうです。さあここでホームストレート、ついに牧野が動いてきたか。9周目に入っていったところ、ついにこれで牧野が林を捉えて前に立つ。そして4コーナー手前ではちょっと林に合図を送りながら、さあ後ろに引き離していくよと言わんばかりの、ジェスチャーを行っておりました牧野。さあこれで牧野忠介がこのレース、リードしていきます。トップに立ってきました。さあ今度は林が牧野を捉えていく番ということになりますが、現在は牧野、林、そしてその後ろ山内、山田。さあその山田が今度は山内のインサイドに飛び込んでいこうとラインを変えますが、ここは変わらない。さあその前でのトップ争いですが、林も動いてきますが、さあこれは動きで抜けきれません。さあこの間に前後ろの山内も近づいてくる。さあ若干4コーナーで牧野が、ラインアウトに振ってしまったか、ちょっとミスがあった影響で、さあオーダーは変わりはありませんが、集団がまた再びくっつきました。その後ろ山田と堀尾風磨のこのバトルもさあ激しくなってくるのか。トップ争いの5台がまたくっついて、熾烈なトップ争い、壮絶なトップ争いに入ってくるか。さあコントロールラインを通過、これでレースは折り返し、11周目に入っていきました。その後ろの第2集団でもまだここもマックになっていきますが、吉田京を先頭に、その後ろ立山、さらには東川、そして福住リレーの姿、この4台の第2集団、6番手争いということになっております。さらにはその後ろは田口勇樹を先頭としまして、井上博美、そしてゼッケン21番の澤田幹事といった3台のパック。さあ前では福住2レーと立山亮太郎ですが、立山のフロントペアリングが外れかけているでしょうか。立山のフロントが片方外れてしまったか。さあ今コントロールライン、ホームストレートを駆け抜けていくときでは立山のフロント大丈夫のようにも見えましたが、5コーナー立ち上がったあたり、先ほど外れているようにも見えました。さあどうなんでしょうか、再び今はまだ脱落はないでしょうか。さあ今度はまた目を戻しまして、トップ争いの5台に注目していきましょう。トップ争いは依然と牧野を先頭に、林、山内、そして山田、さらには堀尾という、この5台のパック、変わらず堀尾風磨は現在5番手のままということになっております。レースは現在これで13周目。
残り周回数はあと8周というところまでやってまいりました。このジュニアクラス、ここまでは牧野忠介がリードをキープ保っていきます。牧野、林、山内、山田のパック、少し堀尾風磨との間隔が空いてきたか。4番手、5番手、コンマ4秒ほどのタイムギャップでしょうか。さあ、この集団がまたコントロールラインに戻ってきますが、さあこの後林俊平が、さあ牧野のスリップに完全に入っておりますので、もうそろそろ動いてくるのか。残りはあと7周です。このトップ争い、この後どういう決着がつくのか。まあ、レース前もね、いろんなドライバーに話を聞いてきたわけなんですが、まあ、ここまで来るともうタイムではないよと、まあ、やはり勝てるドライバーというのはこういった混戦の中、まあ、その位置というのかね、展開ですよなんて言っておりました。イコールコンディションで戦われておりますこのジュニアクラス、エンジンもタイヤもデリバリーという状況の中、もうあとはもうドライバーのその負けん気の強さ、意地といったあたりでしょうか。さあ、1コーナーでトップ争いが、今度は林が前に立ってくるか。さあ、牧野の前でも、しかしここで牧野が4コーナーすぐさま切り返し動いてきました。林はこれでポジションを落とした。さあ、山内にも先を行かれたか。これでオーダーが若干変わります。牧野、山内、そして林、山田。さあ、間が空いておりました堀尾風磨ですが、この展開でまた近づいてきました。再び5台のパック、この5台はもう本当に差はありません。展開次第、もう言ってしまえば運と言えるかもしれませんが、最後の最後、ファイナルラップ、この位置でトップに立っているドライバーが、もちろん優勝ということになりますが、さあこのファイナルラップまでどういう組み立てをしてくるのか。抜け出ていくことはもうほとんど不可能に近いです。さあ、これで現在トップはまた入れ替わりました。山内優が前に立っていきます。開幕ウィナードライバーの山内が、さあ今5コーナーを立ち上がっていくところでは現在トップですが、林が動いてきました。しかし牧野も横に並びかけて、さあこれはお互いの、まあ、バトルというのか、意地ポジション争いとなっております。いよいよレースも終盤、この後トップが帰ってこれば残り4周となってまいります。現在ラップリーダー、帰ってきたのは山内龍。さあ、開幕2連勝に向けて山内がなんとかここまでラップリーダーで帰ってきますが、ここで1コーナー、今度は牧野。さあ、レース終盤に差し掛かってきたところで、このトップ争いのバトルが激しくなってまいりました。残り周回数あと4周、残り4周、この5名のドライバー誰が勝ってもおかしくはありません。パレードをするかのようなこのオーバーテイクの繰り返し、ハラハラ舞う蝶のように、さあお互いのラインをクロスさせながら、さあポジションを変えていきますが、一瞬のミスで命取り、一瞬のミスが命取りということになりそうです。さあ、山内、林、そして牧野、山田、堀尾、この5名変わらず5台がテールトゥーノーズ。さあ、今度は林、牧野が動いてくるか。山内のインサイド、カートゴゾーレーシングの2台。さあ、開幕戦ウィナー、そして2番手だった。さあ、3ワイドで4コーナーか。止まりきれなかった山内、そして牧野。さあ、この間に林が前に立つか。しかし5コーナーでは牧野が動いてくる。さあ、山田だ、山田が来た。コンパクトに回ってきた山田。さあ、後ろを見ながら7コーナー、なんというバトルなんだ。やはり今大会、この稲川大会でもジュニアクラスのこのトップ争いはものすごいバトル。さあ、残りあと帰ってこれば残り2周、この2周は全く目が離せません。現在は地元の山田龍一が、さあラップリーダーで帰ってくる。山田、山内、牧野、林は4番手、堀尾が5番手、レースは残り2周。いよいよレースは残り2周になってまいりました。決着はあと2キロちょっとということになります。
一周 1030m のこの稲川サーキット。さあこの後5コーナーを立ち上がって山内がまたトップに立ってきます。山内、山田、牧野、林は現在4番手。さあ林はこの4番手から前3台を料理できるのか、はたまた表彰台のこの3台の顔ぶれはどういった決着がつくのか。レースはいよいよこれでファイナルラップへと入っていった。開幕2連勝に向けて山内美優トップでファイナルラップに入っていく。さあ2コーナーから3コーナー、ここで林、山田の横、そして堀尾風磨も来る。牧野は5番手。4コーナーを立ち上がって、さあ山内美優、気づけば山内美優がなんと後ろ林を少しリードしました。さあ5番手スタートの山内美優が開幕2連勝に向けてレースはコースあと半分。いよいよ山内してやったりの開幕2連勝達成になるのか。ここまで予選まではなかなか結果がついてきませんでしたが、今ホームストレート戻ってきた時にはゼッケン11番山内龍がなんと開幕2連勝。なんという強さなんでしょうか山内龍。全く予想外のところからトップチェッカーをくぐり抜けていきました。